さて今度の選挙で原発の問題と憲法の問題も大事な争点となっています。先日電力会社4つの会社が再稼働の申請をいたしました。皆さん、実際にはまだ福島では収束には全く至っておりません。それどころか被害はさらに広がっている現状です。まだまだあの水素爆発をした3号機付近は毎時1000マイクロシーベルト、時間単位で大変高い数値を示していて、誰も近づくことができません。ネズミ1匹が配電盤に入ってあの冷却装置がストップすると、こういう事態になっているわけです。しかも放射能に汚染された汚染水、毎日毎日溜まり続けていて、どうやって処理するのか、それさえも決まっていないではありませんか。今も15万人の人たちが避難生活を送って地元には戻れないと、こういう状況で置かれていて、なぜ再稼働なんかできるんでしょうか。再稼働すれば処理の仕方が決まっていない核のゴミを増やし続けるだけではありませんか。それなのにこうした電力会社が再稼働を迫っているのは、安倍内閣の政治姿勢に大きな問題があるからです。皆さん、安倍内閣の成長戦略の中には原発の再稼働と、それだけではなくこれから先外国に原発を輸出する、ここまで書き込んであるわけです。国内の皆さんに対してはさすがに事故が起こっただけに絶対大丈夫という原発はないと、そう言っておきながら、外国に出かけていくときには世界で一番安全な原発を提供できます、こんなことを言って売りに歩いている、全く許せないと思います。皆さん、原発に頼らなくても自然エネルギーに切り替えて電力を作り出すことができるということが明らかになっています。実際にそれぞれの地域で今エネルギーも地産地消でということでの努力が始まっているではありませんか。廃炉にすると、それを決断してこそこうしたエネルギーの切り替えもできるんじゃないでしょうか。皆さん、今度の選挙ではこうした原発の再稼働も許さない、即時原発ゼロへと、そして廃炉へ、この皆さんの意思を示していただく大事な選挙です。9月になりますと、今動いている大井原発の2つの原発も定期点検に入って止まります。事実上動いている原発は全くなくなります。問題はその後です。そこから先廃炉に向かわせていくのか、それともまた再稼働への再現のないこの拡大をやっていくのか、どちらを選ぶのかということが問われています。ぜひ原発は再稼働は許さない、ゼロを求める皆さんの願いは原発マネーに汚れていない日本共産党にお寄せください。どうかよろしくお願いいたします。